藤沢利喜太郎は、日本の数学者、統計学者、教育学者、東京帝国大学理科大学教授、帝国学士院会員、貴族院帝国学士院会員議員、理学博士。明治期より、日本の数学教育の確立と西欧の数学の移入に尽力した。佐渡国に、幕臣、藤沢親これの長男として生まれる。1882年。 東京大学理学部を卒業、翌年からヨーロッパに留学し、ロンドン大学、ベルリン大学、ストラスブール大学に学ぶ。ストラスブール大学では、非化学の専門家のテオドールライエが担当した、ゼミナールに参加する一方、エルビン・クリストフ・フェルの下で、変微分方程式論などを研究し、同大学に学位論文を提出した。1887年に帰国し、 帝国大学理科大学の教授に就任した。1891年、理学博士の学位を得る。1906年に帝国学士院会員となり、1920年、君一等随法賞を受賞し、1921年に大学を定年退職。その後、1925年10月に、貴族院の帝国学士院会員議員に選出され2期、務めたが、 二期目の人気途中で他界した。藤沢力太郎藤沢は、数学では、菊池第六に次いで二人目の日本人教授であった。教育行政などの政治的方面で忙しかった、菊池に対し、藤沢は初めて研究論文を書き続けた、日本人数学者と言われている。藤沢は、大学数学科教育の改革に尽力し、ドイツ式のゼミナールを導入して、 方針の指導にあたり、高木貞春などの優れた数学者を生み出した。また、中等数学教育にも力を入れ、中学校向け数学教科書を多数編纂し、多くの中学校、市範学校で使われた。またその一方で、西欧の純粋数学を移入するだけではなく、応用である、統計学を紹介した。日本の初統計を用いて、本邦志望生産表を作って、 生命保険業法足に貢献した。また、第1回普通選挙の結果のできるだけ正確な統計を取って分析し、選挙法改正に役立たせるなどの活動も行った。ありがとうございます。